ほらね、聞いてんの？あんたに言ってんだけど、お風呂入るか入らないか、どっち？入んないの？じゃあ私だけ入るけど。え？今なんて言った？待って、もう一回言ってもらってもいい？一緒に入る？は？何言っちゃってんの？なんで私があんたと入んなきゃいけないのよ。あんたと入るなんておかしいでしょ。お金もらいたいレベルだわ。絶対に嫌だ。入りません。ということで入ってきますよね。何？なんでそんな悲しい顔するの？もうめんどくさいな。とりあえず話聞いてあげる。何？私が入りたくない理由？お風呂が汚れるから。しかも、あんたがお風呂入ってくると、なんていうか、目のやり場に困るというか、普通に恥ずかしいし、一人で入った方が気楽だし。え？いや、私そんな悲しませるようなこと言ってなくない？なんでそんな落ち込むのよ。いや、ちょっとさすがに落ち込みすぎっていうか、ていうかあれだよ、一生入んないって言ってるわけじゃないよ。一生入んないってって言ってるわけではなくて、今日は私は一人で入りたいってそう言ってるだけなんだけど、もしかしてめちゃくちゃ真に受けた？あんたさ、そんな心弱くてどうするわけ？仕方ないな。じゃあいいよ、一緒に入ってもいいよ。ただ私が髪洗って浴槽に入るまで入ってこないでよね。え、なんでって、当たり前でしょ。恥ずかしいじゃん。とりあえずじゃあ先入るから、合図してから入ってきてよ。え、何？悲しんでないの？演技ってこと？めちゃくちゃだるいやつじゃん。じゃあ一人で入れんのね。ね。そうよね、おかしな話よね。だってさ、私、男の人とお風呂なんて入らないし。え？いや、だからさっき承諾したのは、あなたが予想の1億倍ぐらい悲しんでたから、同情しただけで。私の同情した時間ほんと返せって感じ。なあ、言っとくけど、そんなしょうもない嘘で私の心を少しでもかき乱したんだから、もう一生お風呂なんて入ってやんないから。何今さら焦っちゃってんの？入んないよ。入りません。嫌です。
もう今さら遅いんで。絶対に嫌。ほら、焦りなさい。当たり前でしょ？少しでも私の心をかき乱した罰なんだから。もしかして今は本当に悲しんでる？本当に悲しむと、そんな風に黙り込むんだ。まあ、あんたの可愛い一面も見れたし、まあ今日だけなら、今日だけなら、特別、入ってあげてもいいけど。って言っても今日だけだからね。明日も、明後日も、それから先だって私は一人で入るんだから。どうすんの？入るの？入らないの？どっち？入るの？じゃあいいよ。まあいいけど、私が合図するまで絶対にドア開けないでね。それから覗くのも禁止。わかった？約束だからね。この約束破ったらこれから先も一生入ってあげないからね。じゃあ先入ってきます。